リーの要ベリンガム、測定腱膜炎で1ヶ月離脱へ。速報、重度ベリンガムは負傷のため約1ヶ月間欠場することとなった。報告によると、彼は測定腱膜炎とされている。おいおい、マジか。まあ、昨年からフル稼働だからだけど、不動の中盤がいないのは痛すぎる。足底腱膜炎は立ち仕事の人一回はなるんじゃないかな。立ち上がった時に激痛が走るやつ。これ結構繰り返す怪我やん。重度なだけで重度ではない？重度が軽度か？あーもう受順が順。走りすぎだし、踏ん張りすぎだよ。めちゃくちゃ助かってるけど。シーズン序盤のベリンガム離脱はかなり痛い気がします。中盤は他にもガマビンガも怪我でいないですからね。しかも、今季はベリンガムのポジション次第で戦術が変わりそうな感じがするので、キーマン離脱はそういう意味でもレアルにとって痛手ですね。かま怪我だし、セバージョス出番か、デュエルインサイドハーフか、モドリッチ様頭から行くのか。ワンチャンムバッペをミッドフィルダー起用あるか？モドリッチ大先生の出番やな。ベリンガム怪我は残念だけど、デュエルくんが見れる時間が増えるだろうから、そこ素直に楽しみ。ベリンガムはシーズン通して見れば酷使されるのは確定してるんだから、ちょっと休んどこうね。ベリンガムマジか、ゆっくり休んでくれ。デュエルの出番だ。デュエル右のロドリをトップ下にするのもあり。アンセロって絶対デュエル座らせるだろうな。モドリッチばっかり使うだろうな。セバージョス、モドリッチいるけど、未来のためにデュエル中盤試してほしい。次の試合は、ユーロもフル稼働だったし、じっくり休んでくれ。